WBA ライト級タイトルマッチで TKO 勝ちし、喜ぶワシルロマ。チェンコイコール12日、ニューヨーク、ゲッティイコール共同ボクシング。で、世界3階級制覇を達成したワシル・ロマチェンコ、ウクライナ。が、右肩関節唇の手術を受け、30日に、プロモーターを通じて年内、復帰の意欲を示した。2008年北京、12年ロンドン五輪覇者のロマチェンコは12日に世界ボクシング協会 WBA ライト級タイトルマッチで王者ホルヘ・リナレス、テイケンイコールベネズエラに1-0回 TKO 勝ちしたが2回に肩を痛めたという。計画していた8次の防衛戦は行わない。AP